手をお願いいたします。昨年度のグランプリの中国異性の作品「旅する夢」、そして「リオンの光の再現」などプロジェクションマッピングとレーザーを組み合わせた表現で世界中の注目を集めているフランスのヤン・ヘーマンの「オーハーリー」という作品をご覧いただきたいと思います。ゲストクリエイターによる世界レベルの作品です。お楽しみください。どうぞ。
ただきました。やはり世界のトップレベル、本当に繊細で美しい作品をご覧いただきました。ありがとうございました。さあ、ワンミニットプロジェクションマッピング小田原ラジオ、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。皆様からの投票で決まるオーディエンス賞の投票が前方右手と左手の投票所で行われております。どなたでもご参加いただけますので、投票所に立ち寄りの上シールを受け取って気に入った作品2つを選んで投票してください。明後日9月21日明日21日の最終回の投票で、明後日22日の公開審査会のアワードセレモニーにて賞を発表します。またその他22日、問題審査会のアワードセレモニーでは、作品を選択した国内外のクリエイターが、この小田原城に集まり、有識者の審査によって、今年の世界一が発表されます。ぜひ、この審査会にもご参加いただいて、今年の世界一を審査員と一緒に予想してください。以上をもちまして、ワンミニットプロジェクションマッピング in 小田原城、本日の上映を終了いたします。お出口は皆様の前方、右手と左手になります。足元に気をつけてお進みください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。シュビックを持って、意外と怖いな。